方からのテイクバックをやっていきますね。クロスグリップですね、まあ、クローズガードやオープンガードから相手にアンダーフックをかけて、このまままず袖を受け渡してオフプラットに入っていく流れで、ここで相手が、またいてきて上半身を上げようとしていくときに、袖を持って帯を持って自分は起き上がりたいんですけども、なかなか相手を倒すことができないんです。この時に、足を解除して襟で隙間を作って、そこに自分の足を差し込んで、まずここでですね、自分は一度仰向けになるような形を作っていきます。で、右足と左足で相手の胴体部分を挟んでいきますね。ここからまあリバースストレートアームロックを決めに行きたいという選択肢はあるんですけども、相手が強く腕を折り曲げて、どうしてもここで片手の力ではなかなか押し上げることが難しい場合がありますね。この場合、このグリップの場合は帯を止めてて、袖のグリップを外して、まず相手の襟ですね、カラーをコントロールしていきます。で、下側の足、相手のお尻側の足を浮かしてグリップを一度外して、再度内側からベルトをキープしますね。この後はこの両手を引っ張りながら左足で指をしながら引き出していくと、テイクバックまでつなげることができます。